え、やばくない？すごい。史上初めて県内に出された大雨特別警報。一夜明け、被害が明らかに。JR 米坂線の橋が土台から完全に崩落しています。手前の道路、完全に崩落しています。そして奥の橋でしょうか、あちらも崩壊しています。各地に残された大雨の爪痕、夢にも思ってないっていうか。被害は町特産の花にも。またしても最上川が氾濫。多くの住宅が浸水しました。2年前のことがやっぱり頭にぐるぐるぐる回ってきて、水上がんないところで安心して住みたいな。